充電器さしたかなかだだだだだ充電器ささないと。はいはい、プチヤッホーこんばんは、今日もお疲れ様です。皆さん今日みんなお仕事かな。お出かけ楽しかった。楽しかったよ。見返り取れた。おお、ありがとう。マックは値上げ？やば。危機です。まだ危機です。かなり。まだ危機。マック大好きだから。値上げか。どうする？どうする？マック値上げしたらどうすんの？困るよ。かなり。泣いちゃうよ。サムライマック20円上がる。悲しい、泣いちゃうぞ。ナゲットが40円。すごいね。まあしょうがないよね、しょうがないよね。うんしょうがないね。ドリンク代50円やばいね。食べれないじゃん。そりゃやばいね。かっちゃんハートありがとう。その分給料がやばい。確かに確かに、それは明暗ですね。それがいいよね。お給料も上げてください。ニュースでもみんな言ってたよ。それだけ値上げしてもまだ苦しいです。そうなんだ。辛いねそれは。新しいサムライマック食べて、あれ美味しそうだよね。あら、充電器刺さってなかった。たまに刺さらんのやな、充電器が。いけた？もううまくいけない私も頻度が下がりそうで。まあたまに食べるのが贅沢なんじゃない？たまに食べるマックが美味しいみたいな感じだよね。あー、いくさんありがとう。パンダさん、中吉、そこそこいい。ワンタンさんありがとう。だるま、ハローしました。ありがとう。やった、フォローしてもらった。めっちゃ眠たい。サムライマック
何円になるんだろう。え、でもセットも値上げするよね。じゃあハンバーガーとサイドメニューとドリンクだからめっちゃ値上がりするんじゃない。どこまで出てるんですか。で、値上げする前に行かないと値上げする前に行かないと。萩市、おお、山口県だ。いい町ですね。萩市大好き。100円アップぐらい。確かに単純計算だとね。16日からか。そっか行かないとね、1週間以内ぐらいに。そうなん、私の大好きなサムライマックダブル肉厚ビーフのセット。ハンバーガー、マクドナルド、モスバーガー、ロッテリア、どれが好き。ロッテリアはあんまり行かないんですけど、マクドナルドとモスバーガーはよく行く。マックの方がよく行くけど、モスバーガーもたまに食べます。うん、やっぱね、まあ数十円ならって思うけど、意外と大きいよね、数十円も。昨日すき焼き食べたんですけど、一口目でやけどして、今ベロやけど中熱っとかやけどしました。本当にちゃんとやけどした。いたか。すき焼き美味しいよね。わかる。鍋とかああいうのはいいよね。ケンタッキーはあんまり行かない。たまーに食べるけど、1年に1回ぐらい。猫舌、うん、最近あんまり暑いのは、うん、無理なことはないけど、冷めてる方がバクバク食べれるから今日は、今日の朝もなんだっけ、ホットサンド食べて、お昼ご飯はネギトロのなんか食べて定食屋さんみたいなところの、ちょっといいご飯を食べました。ホットサンド、ママが作ってくれる。マヤちゃんの一番好きな食べ物、一番一番か。一番好きな食べ物は、なんやろなんやろ、一番好きな食べ物、一番好きな食べ物一番好きな食べ物マスターありがとう。なんだろう、一番好きな食べ物か。いちごかな。かわいい。好きな食べ物かわいい。いちごが好きかも、一番。まさたろありがとう。あと梅干しも好きです。真逆なんやけど。
ウィンクして。いちごかな。でもがっつり食べる系も好きなんですよ。赤い食べ物好きやね。トマトとかも好き。トマトイチゴがもう大好きだった昔から。あと梅干し、赤いの大好きだったんだけど、でも辛いのは食べれんかった。ちょっと迷った。ピザとか肉じゃがとかマカロンとか生ハムとかいろいろ迷ったけど、一番好きなのはイチゴかな。なんかマカロンとかピザはなんか種類があるじゃん、味が。ピザも私大好きなやつ基本的には同じようなやつ、なんかなんだっけ、プルコギとか照り焼き系のああいうのが好きで、ああいうのばっか食べるから、好みがあるから。マカロンも基本キャラメルとかばっかり好きなんですよ。だからなんか同じやつばっかり食べるからプルコギだったら最高ですね。とかある中で一言でまとめて一番好きなのはイチゴですね。ミスタードーナツ好きやけどあんまりいかんようにしとる。リンゴよりは梨の方が好きです。リンゴはどっちでもいい。ジャーマンポテト、あ、ジャガイモは別にそんなに好きじゃないんですよ私。なんか言うほどポテト、なんかジャガイモ最高みたいなタイプじゃないからフライドポテトとかは好きやけど、肉じゃがとかに入ってるあのじゃがいもとかカレーに入ってるじゃがいも、あれ必須じゃないんですよ別に。だからそれよりはプルコギとか肉系が好き。ベーコンとかささみたいな、サラミみたいなやつとかああいうのが好き。ドーナツそうだね、ああいうのは一回食べたら、もう私はマカロンとかも食べないようにしてるんですよ。一回食べたらまたすぐ食べたくなるんですよ。マックとかピザもそうだし、そういう甘い系とかもうなんか今日食べたらもうまた明日にも食べたくなるし、もうめちゃめちゃ美味しさを思い出して徹底的に通い詰めるようになってしまうので、自分的に中毒になりそうなやつはあんまりもう食べんようにしとる。美味しすぎるとなんかすぐ味を思い出してハマるんですよ。で結局あこれ以上もう食べたらやばいなみたいな、もう1週間ぐらい同じ、もうさずっと食べよったら太るやんやばいなって思って行くのを我慢する期間があるんですよ。あもうしばらく行かないようにしようって思って味を忘れるんですよそれからこう途中でもうやっぱ食べちゃうとか言って食べたらまた美味しさに目覚めて通い詰める未来が待っているのはもう確証してるので、あまり行かないようにしてる。あと、一番行きたい時には行かないようにしてます。あの、もう、今すぐ食べたいんだみたいな。無性に行きたくなる時は逆に行かないで、結構満たされてる時に食欲とか、もうなんか、ご飯食べた後とかに行くと、
なんか数も少なく済むし、なんかうわこれを求めてたみたいな、あのなんかスコーみたいなやつがやっぱ空腹でもうドーナツ食べたい時より満腹で特に別に食べなくてもいいよねみたいなぐらいのテンションの時の方がちょっとハマらない自分的ドーナツを食べる時は無性に食べたい時に食べるとやっぱ最高に美味しいからハマってしまうんですよだからダメですね。ハマると毎日通い詰めるタイプだから。かゆちゃんありがとう、きょうめ。でも行っても同じやつしか基本頼まないです、あのどこでも。え、偉いよね前浜もそれね、思った自分で、あ、偉いなーって。でもやっぱ前浜は結構自分に甘いタイプだから欲に負ける時は全然ある。あ、やっぱ無理、ヘロヘロみたいな時あるけど、あ、家から出るのめんどくさいなって思うように頑張ってでもそしたらかれこれどんぐらい食べてないかな、もう結構食べてないよ、あのドーナツとか。ドーナツはいただいたやつは食べたけど自分で買いに行ってみたいな、本当に結構食べてなくて、なんかあ、ドーナツやめてちょっと経ったぐらい、3ヶ月とか半年ぐらいはめっちゃ無性に食べたくなる時期が結構あったんですけど最近はもうない、うわドーナツ食べたみたいなのがあんまりなくなりましたでもマックはずっと食べてるからやっぱある、マック食べたいみたいな時あるから、マックも多分1年とかやめたらなくなるんだろうけど、ちょっとやめれる気配がないでもマックはね、私的にはねまだセーフだと思ってるよ。あのドーナツは私の場合デザートとかお菓子の部類だから、なんかその一食でドーナツでいけるならいいけど、私はご飯を食べた後にドーナツを食べるじゃん。ご飯食べてドーナツ食べたらこのドーナツは余計じゃないですか。でもマックはご飯なんですよ、一食だからまだセーフかなって。で毎日食べるわけじゃないからね。何個食べれる自信ある？でもね、私結構ね、それこそ一番ドーナツにハマってた時は平気で10個とか買って帰ってたんですけど、やっぱ1回に食べれる量は 2,3 個なんだけど、それを10分とか置いたらまた 2,3 個食べれるっていう私はもう結構10分とか5分とか時間を置いたらすぐ食べれるようになるんよ。お腹いっぱいになるけど、で5個ぐらい食べたら、あ、もう今日やめとこってなってた。ちょ、1人で10個とか買って帰って、でも2日に分けて食べたりとかしてましたね。でもめちゃめちゃその時は生活リズムが鬼悪かったんですよ。もう、うわ今日早く寝れたわって思って1時とか2時とかみたいなもう基本は3時から朝方にかけてに寝るぐらいの感じ、もう昼夜逆転状態の時の生活リズムで、やっぱそんな感じ。めっちゃジュースとかドーナツとか買って一番肌荒れもひどかったと思うし、一番体重も重かったと思う。そう、でも今はまたかなり肌荒れが今ひどいから、ちょっと今日はスキンケア類を頑張ってお買い物してきた。サワライマックの新作、気になると食べた方がいいよね。私はうわめっちゃ食べたって思わなかったから今回の新作は食べないけど、マックは食べたい
マイハチは食べるのに太らないですね。いや太りますよ、むっちゃ太る、すぐ太る。あだけどめっちゃ太るけど、うん、いや太るけどね。なんか太って痩せて太って痩せてみたいなのを繰り返してるような気がする。なんか結局ずっと上がりっぱなしではないから波があるよ。結構もうめちゃめちゃ食欲やばいみたいな、ずっと食べちゃうみたいな時はやっぱ太るし、でもあんまり別に食べなくてもいいなーって思ったら食べないから。お買い物楽しかった。なんか今日すっごく可愛い携帯ケースをママと一緒に見てて、なんか私結構 IC カード忘れるんですけど、その IC カードも入れれるし、こう肩から下げれる携帯ケースで色違いですごい可愛いのを見つけたから、ママと買おうよみたいな言ったんですよ。それ結構高くていいお値段だったんですけど、えこれ買おうみたいな。でも店員さんに聞いたらなんかサイズが合ってなくて、二人ともサイズが合ってなくてちょっと断念しました。またネットで買います。危なかったねとか。いやでも本当にこれ買うみたいな、もう買っちゃうのみたいな感じだったよ。どうするどうするみたいな。とりあえずなんか iPhone とかってさ、使えるやつと使えない、なんか同じ機種でいけるケースといけないケースみたいなのがあるんですよ。なんかこのケースは iPhone 何々と iPhone 何々が一緒に使えますよみたいな、いけるのかなとか思って店員さんに聞いたら、ああちょっと無理かもしれない。うわ危ないみたいな感じだった。私ね痩せようって思って、急に話もない急に話が戻るんですけど、それで結局可愛いケースは買えなかったっていう話です。で話が戻って話が戻って、あのダイエットしようと思うと痩せられないんですよ。逆に多分そのダイエットしなきゃいけない、痩せなきゃいけないっていうストレスからめっちゃ食べちゃうタイプ、もう痩せなきゃって思えば思うほど食べてしまうタイプで、逆になんかダイエットとか何も考えてない時が一番痩せるんよ前は。なんかここコンサートあるから、ここに撮影があるから、この日まで痩せようみたいな感じで思うと、そのストレスに耐えられなくてめっちゃ食べるんよ逆に。で結局めっちゃ食べるから肌荒れもするし太るし、最悪なコンディションで大体迎えることが多いんですよ。でもそういうその日までに痩せなきゃって思う日に太るじゃん。で終わったって思ったら多分ストレスから解放されて、逆にあの本当ダイエットしてる時みたいな食生活になるんよ。お菓子も食べないし、なんかジュースも飲まないしみたいな、間食もしないし、ママから出されたご飯も別にそんないっぱい食べるわけじゃないみたいな、めっちゃダイエットみたいな食生活になるから、何も考えてない時が一番痩せるんですよ。だから何もない時が一番痩せるから、あの予告されると太ります。今は体型は別にそんなに太ってはないかもしれないけど、肌荒れはひどい。予告されるとダメですね。やっぱ無意識にこの日は綺麗にいかなくちゃみたいな感じになるから、もう絶対何が何でもダイエットをしようなんて思わないことを意識してます。
も結局自分が勝手に、あ、今別に食べ物いいやみたいな時期に入る時があるんよ。もうずっとずっと一生食べてたいわけじゃなくて、もうずっと食べて、その後なんか一時落ち着き期があって、え、その時は逆にあんま食べないから、それで痩せてまた太ってみたいな感じ。そうだからなんか、まあそんな、なんか親お菓子も別にいっかみたいな思える時があるけん、まだなんかこう太るけど、その時にまた落ちて、また太ってまた落ちてみたいな感じでなんか繰り返してて、そうめっちゃぽっちゃりにはなってないけど、そんなんずっと食べたいみたいになってたら、前歯は自分のさ食欲には逆らえないから多分めっちゃ太ると思うけど、まだ自分の意思でダイエットはできないんですよ。でも食べるときはずっと食べてる。もう朝から夜までお菓子ご飯お菓子ご飯お菓子みたいな感じで、ママにめっちゃ怒られるぐらいは食べる。でめっちゃ肌荒れもするけど、そのなんかめっちゃ食べたい時期が終わったら、あ、まあいいやみたいな時が来てくれるおかげで、まだなんとかなんか保ってる感じはある。もうなかったら終わってるよ。こんにちは、ありがとう初見さん。だからもしさ、まあお菓子いっかって思わなくなったら、私多分めっちゃ太るから、ごめんごめん。え、これ大人まで続くのかな、ちゃんと。お話がポチポチしすぎて大変だ。だからなんかこの日までお菓子やめようとか思える人めちゃめちゃすごいなって思う。なんか私お菓子を禁止することは多分できるんですけど、なんかお菓子やめましょう1ヶ月って言われて、じゃあ分かりましたお菓子やめますって言っても、なんとかお菓子に代用できるものを探してくるんよ。ご飯をいつもの3倍食べてみたりとか、なんかじゃあジュースを今まで飲んでない量飲んでみたりとか。本当にもうめちゃめちゃそういうタイプだから、自分の意思で何もできない。初めて話したけど聞いてる楽しい、本当にありがとうございます。マックの値上がりきつい、そうだよね。でもしょうがないよ、もうしょうがないんですよ、だって円安だから。うん、もうけど、ありがとうございます、嬉しい。じゃあ1日で50人の人が買ってくれたってこと？ん？ 1 日だから、ん？ママ枠って何枚でママ枠なんだろう？ 80 枚ぐらいかな。ありがとうございます皆さん。すごい。1時でそんなことってあるんだ。そんなことってある？どうちよ。ありがとうございます。マックの、そうだよ、紙に変わったよね。なんかコーラのさ、ああいう容器大好きだから、マックのあのファーストフード店とかのああいうの大好きだから、コーラ飲み終わってもその残った氷とかでずっとお茶を継ぎ足して、ああいうストローとかで飲むタイプなんよ。もう紙に変わったことで長時間水につけておけないじゃん。ストローが紙に変わったことでなんかふよふよして吸えなくなるんよ。だからマイストローで、プラスチックのストロー、お家で食べるときは
プラスチックのストローさしたりする。あれ良くないんだけど、ね、多分。でも紙、でもめんどくさいから紙ストローのままもらうけど、結局ふやふやしちゃうのがいつものオチです。ふやふやして全然。2月5日ももわくだって。いやー、ありがとうみんな。紙だと確実美味しく、なんかね、味変わってはないはずなんだけどね。なんかあの唇の触り心地とか変わり触り心地でもスタバとかのストローもともとなんか環境になんかいいみたいなストローって書いてあったけど、間も空くって間もなくってこと。そう、間もなく感謝枠空きますよっていう時に間も空くがピカーンってなります。ストロー太い、うん。お話し会とかの感謝枠もうちょっとで開くよっていう時に間も空くっていうのが出ます。まだ慣れないよね。私も慣れない。あれでも結構経つよね。紙に変わって結構経つけどまだ全然慣れないああ紙かって未だに思う。ああそうだ紙なんだって。まだ2時やで嬉しい。こんなことが起きるなんてよ。嬉しい。全然前はまだ服装準備できてないのに、みんなみたいに宣伝できてないのに申し訳なさすぎる。マジで早く作ろう。ごめんマジごめんごめんね。決まってないところは決まってないって書けばいいのか。そうだそうだった。別に決まってるとこだけ書いとけばよかったんだね。うーん、全部決めてから出さないととか思っちゃった。マクドナルドのようなステインついてる。うわ、わかる。全部ポチポチやるよねとりあえずポチポチやっちゃうよね。あれなんかあれだよね、ウーロン茶とかコーラとかコーヒーのあの印なんだよね確か。1人マックス6枚しか投げれてないからなかなかですな。だって嬉しい。だって今の時点で間も空くとかだったらあれですよね、たくさんの人が来てくれてるって意味でもね。嬉しい。初めてとかいるのかな。嬉しいな。自慢しようみんなに自慢しよう。マモアグなんだってパパとかママに。感謝枠相手から自慢しろやって感じだよね悲しすぎる。ありがとう。今日はお正月休みで一瞬しか会えないお友達のお家に行くんですけど、メイク落としていこうか超迷ってる。肌荒れしてるから早めにメイク落としたいんだけど、肌荒れしてるからメイク落とすとかなりやばいんですよね確かにみんな決済しっかりねお願いしますね。お話か、ぜひぜひお待ちしてます。今ちょうど受付中なので、キャラーネスティーでぜひぜひ待ってます。嬉しい。でもこうやって初めて話してきゃ面白いねって言ってくれるな、超嬉しいです。最高。基本的には住所とか体重以外は何でも言っちゃうタイプ電話番号とかメールアドレスは言えないけど
あの体重も言えない、うん、体重はまあ最悪ですね。あ、そっか、あれか、1時までだったんか、二次受付が。この後18時からだそうです。すいません。他のことは基本的に結構何でも言っちゃうタイプ。もし前8取れたら48グループでまだ2人目だよ。だって、嬉しい嬉しい嬉しい。大阪落ちましたよ。え、それは嘘だよ。あれじゃん、間違えて2回応募したんじゃない。出遅れた。身長は166センチだったんですよ、最後に測ったのが。だけどもうちょっと伸びてるかもしれないし縮んでるかもしれない。一応166センチ表記です。結構でかい、あのショールームで見たらちっちゃく見えるけど、あの実際会うと大きいねってよく言われます。ありがとうございます。2回応募したけど同じく2回応募した幕張は当たってる。え、絶対それは逆に嘘だよ。そんなことある。あ、でもあれか、え、でも違うよね。え、なんで、そ、幕張がおかしいじゃない、もしかして。でも三次受付は次の6時から始まる三次受付は、あの一応5枚まで、1時間に対して5枚までしか申し込めないけど、何回でも何回でも買えるっていう複数申し込みができるようになるので、みんないっぱい買ってくれたら嬉しいなって思います。3月取ろうかな、ぜひぜひお待ちしてます。複数回申し込み行です。はい、1種類あたり5枚10種類までで最大50枚ですってですって。ファンの人はめっちゃね詳しいけんね、もう何でも聞いちゃう私。あずみんちっちゃいよね本当に、なんか大きいからもうすごい、はあ、取れたらコスプレしようかな。気合入ってる。ぜひして。髪伸びたね、これから伸ばすの。え、いや、ロングにはしないかも。だけど短すぎるのもなんかあれだからちょっと迷ってるんだよね。なんかこの辺まで一回伸ばしてみてまた考えるかな。ロングにはしないような気がする。ロングは正直自分的にはあまり似合ってないような気がするんだよね。でも今ぐらいがベストなような気もするんだけど、今だったらさ、なんかツインテールとかもさできるしさ、ヘアアレンジもできるけど長すぎないみたいな。ハッピー、え、ハッピーおる、かわいい、来た。かわいい、ハッピー来たね、あえんで、うん、かわいいよ、かわいい、かわいい、来たんですか、あみちゃん来たんですか。尻尾すっごい、めっちゃ振るやん。髪伸ばしたら女の子と間違える。めっちゃ可愛いんだよ顔が。ふーちゃん来たんですか。ぷーちゃんどこにいるか分かんない。どうしたんですか、ハッピーちゃん可愛いね。よいしょ、でここにいらっしゃい。めっちゃ可愛いよね、わかる、可愛い、可愛い。昨日ハッピーの、あ、ベッド上がった。昨日ハッピーの寝息を録音しようと思って録音をピコンって始めて、
なんかあこれ取れてるかなどうかなと思って調節してる時にパパがお風呂から上がってきて、ここの扉をガチャンって開けたんよ。でハッピーが起きて、結局ダメだった。取れてたかもしれないけど最初の数秒間で。お布団で一人で遊んでるわ。ハッピー、かわいい、かわいい、もうどないしましょう。かわいい人、キャーかわいい。親バカ、かわいいね、寝息がすごいかわいいよみたいな、スースー言ってて超かわいいから録音して、なんかツイッターとかにあげようかなみたいな感じで思った瞬間にパパが扉ドカーンってハッピー、おぉみたいな。ダメだったね。いびきかいてるところはあんまり見たことないかも。でもたまにグーって言ってる時ある。お腹良くなるんよ。お腹がぐるぐる言うのは結構あるね、アピね。昨日ね、あの、わかるかな、枕に肘をついて、あの、携帯を、うつ伏せになって、枕に肘をこうやってついて、携帯を触ってたんですよ。そしたら、ハッピーもこうやって、枕の上でこうやってやって、一緒に携帯を見てた。かわいいから、あとでメールで送ろうかなって思ったんですけど、ちょっと分かりにくいかもしれないからショールームで説明しておきますね。でも今と同じ文章をちょっとメールでも送ります。うつ伏せで肘を枕に置いて携帯見せたらハッピーも。でもずっと眠そうだったから、なんか無理やり写真しか撮れなかった。どうしたん、どうしたんですか。イエイ、あ、かわいい。ハピちゃんはウサギさんみたいなね、耳になるね、よくね。今日筋肉痛じゃない？昨日いっぱい走ったけん元気ですか？元気？眠そうな顔。元気？にゃー、かわいい。ごめんなさいね、親バカで。にゃー、かわいい。ワンちゃんに、かわいいね。そうだったんですか。そう、ママとお買い物行ってたから、ハッピーちゃんにはお留守番しててもらったんですよ。車の中でずっとね待たせておくの申し訳ないので、ご飯もお水もおトイレ環境もしっかりしてるお家にお留守番しててもらったので、わあ申し訳ないなとか思いながらこう帰ってきたら、多分嬉しさのあまりめっちゃ遠吠えしてた。わおーって言ってた。かわいすぎる。何買った、なんだっけ、あ、なくな、ほぼなくなってた化粧品と、あとニキビができた時に貼るやつと、あとなんだっけ、これ何？これはハンドペーパーみたいなやつの持ち運び版と、油取り紙にあのおしろい粉がついたやつ、お化粧直しとかに使えるやつと、マスクと、あとスキンケア類を買ってきました。ニキビが増えたんで。ジャーキーはあのあっちにあるリビングに、ごめん、え、何買ったっけ、うん、うん。これパトカーや救急車のサルにハイノス、うん、別に無反応やね、雷とかも。
基本何も考えてないような感じ、なんかポケーってしてるけど、虫は食べようとする虫は食べようとしますね。虫食べようとするんよね。なんか猫ちゃんはさ結構虫なんかうちなんか素早く動いてるの好きじゃん猫ちゃんって。だからね、あの虫をこう仕留めようとするんですよ猫ちゃんは。だからそれはなんとなくわかるけど、ハッピーはマジで食べようとするね。犬も好きなのそういうの、なんか素ばしっこく素早く動くやつとか好きなのかな。襲ってる、あバイバイ。もうテクテク歩いてる姿がめっちゃ可愛い。リビングの扉はパパがワンちゃんとか猫ちゃんが自分で開けれるように改造してるんですよ。自分で開けて勝手に閉まるようにしてるから、めちゃめちゃもう自分で開けて勝手に閉まるみたいな、すごいよね。でもこっちちゃんとこうやって開けるんよちゃんとこうやって開けて、開けた後にカチャンって、だけどガチャンって閉めたら自分でドアノブを開けなきゃいけないじゃん。で自分でドアノブを開けれたのは一番上のワンちゃんだけなんよ。一番大きいワンちゃんだけなんですけど、あの子は自分で開けれたんよ扉をね。こうやってガチャンガチャンってあれすごいなと思ってたんだけど、なんかワンちゃんだからさ、こう冷房とか暖房がついてる季節にこう扉開けっぱなしでこう閉めることはできないから、パパが勝手に閉まるように、開けた後にドアが勝手に閉まるようにしたんよ。でその後にちっちゃいハッピーとか猫ちゃんが自分であの出入りできて勝手に閉まるようになんか改造してた。めちゃすごい。でもよく考えたら普通にさ、なんか こういうタイプのドアやけん、まあ押したら開くんじゃけど、それを理解して毎回普通にやるのすごくない親バカやけん何でもすごいって言うんじゃけど、すごいよね。でもハッピーがお外に出るときになんか多分全体重をかけて開けるんよやけん、なんか床はフローリングなんじゃけど、なんか滑るじゃん走った時にワンちゃんが。だからなんかカーペットみたいなの引いてるんね。なんかこうやって開けた時に後ろ足がもう滑るんよ、体重かけすぎて全部にこうズシャーってなる。あの足のこの辺が可愛いこの辺どの辺めっちゃこうやって、ね、最初足があってさ、まあ、これでこう開けるんだけど、もうこうなっててこの足2本がズシャーってなるんよ、わかるこの辺が可愛い。あの後ろ姿めっちゃ可愛くないとかねワンタンさんありがとう、ハッピーハッピーニューイヤー、10個ありがとう。めっちゃ可愛いんですよでももう犬とか猫が飽きすぎて、逆に開かない時にカリ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 してたからめっちゃドア傷ついたんよなんかもう逆にもう減っとる気がこうやってやりすぎて、多分取れたら取ってみる。でもいつ出ていくか分からんけん、あんまり取れないけど、一応どんなに眠くても人が洗面所とか行ったらついていくかわいい、もう本当にかわいい。今日6時ぐらいになったらちょっと終了するんですけど、見て、え汚い汚い自分の肌荒れに自分でびっくりするぐらい汚い、泣ける。はあ、
話し家の企画な、一個さおみくじみたいなのを作ろうかなって思ったのよ。大吉中吉小吉吉凶みたいな作ろうかなって思って、一日それどっかでやろうかなって思ったのが一個と、確かに懺悔の会再びあり懺悔の会再びやるありですね。あとは3月の終わりが制服で、4月の初めが新人で、なんか面接っぽい感じまあ私が面接する側なんですけど、面接官になろうかなって思いますはい、あ、懺悔はみんながするんよ褒めまくる回も2つ目だし、あ、いいね、なんか専門やりたいね、褒める回もまたね。私が逆に就活とかする面接しなきゃいけないんだけど、ちょっとみんなも面接しようかな、スーツ着ようかな、いいねちょっとやりたいことはね結構あるよね、去年もできんかったこといっぱいあるし。面接官はメガネをかけるの、確かにかけようかなそれでは面接を始めますなんか懺悔は前回も一応振り返りでやったのはやったけど、振り返りだったから全然そんな予定なかった人もいるし、なんか懺悔の日に懺悔みたいなのできなかったから、ちょっとまたやりたいよね。なんかみんながちゃんと準備してそれを発表できる時にまたやりたいよね。スーツ着よう2月はちょっとバレンタインっぽい服にしようかなって思ってます。で5月の9日に近い日、4日とかだっけ、あの日は確か木曜日かなんかだったと思うんだけど、うさぎさんになろうかなって思ったりなんかしちゃってます。かっちゃんありがとう、イースターが近いので。みたいな、一応なんとなくある感じるなんとなくだけど、あ、ゴールデンウィークか。じゃあいけるんだね、みんな。あ、いけるんだ。あ、4日よね。4日だからいけるか。懺悔たくさんある。それはいっぱい買って。それはいっぱい買って、いっぱい懺悔しに来て。いや、もう私もさ、こう、ゴールデンウィークとか、あんまりそういうのがさ、ないもんでさ、感覚的になんか曜日の感覚もわからんしだからもうゴールデンウィークなんか世の祝日とかあんまりわからんってなっちゃう。浮気の懺悔とかそうだね、もうできる人はねみんなできるよね祝日とか日曜日土曜日とかってあんまない。まあ土日はあのショールームとかそれこそお昼できたりするから、えだけど今は冬休み期間だからめっちゃ関係ないし、あでも一応冬休み期間は今日までで、明日明後日は普通に土日でいつも通り冬休みと同じようにやって、月曜日からは通常に戻るので今日がラストだったみたいです。
自分の胸によく聞いたそうだね、みんな自分の自分と一回見つめ合って、あーこれは消し去りたいなとかそあ、そっか、月曜日は祝日らしいじゃあ火曜日ってことで、はい、お待ちしてます。お待ちしてますもん、ちょっとおかしいけど。めちゃめちゃ分からんくなる。年間通して連休なんてほとんどないので、ゴールデンウィークは貴重です。あーそっか、そうだよね。うん、休日だからみたいなの関係ない職種は結構ありますよね。マハのパパも多分基本的には、まあ、自分でお休み決めれるんですけど、多分やってる仕事なんか祝日とか多分関係なく仕事してるんじゃないかな。あ、でも一応なんか年末年始とかゴールデンウィークは休んでるけど、多分多分休んでるのかな。なんか連休は基本ちょっと休んでるけど、なんか祝日だから今日は休みみたいなやつはあんまりないんじゃないかな連休あればもっと稼ぐのいいね。確かに確かに。あ、6時になる、ありがとう。元旦からぎっくり腰になった。それはお大事にでもめっちゃ年末年始のタイミングでコロナにかかったチャーハン定食さんとかもいるし、あと何日ぐらいなんですか、チャーハン定食さんいるかな、いないかもしれないコロナにかかって自宅療養みたいな前のパパ同業者、前のパパバイク屋さんですよ。ブブーンってやっとるブブーン。最近頑張ってるみたいで、最近頑張って、あ、今日で終わり、お疲れ様。きつかった、大丈夫、パインって言った。正月に車出ります、えそれもね、辛い、大丈夫、怪我はない、でも私もお正月公演の時にその集合場所まで行く時にパトカー捕まってる人いた。なんかママとかおばあちゃんとかに話したら、お正月は捕まらないんじゃないのって言ってて、あ、そんなんあるみたいなそんなんあるんと思って、いやお正月から捕まってる人いてかわいそうだなって言ったら、お正月は捕まらないって聞いたんだけどなみたいな感じで言ってたけど、みんなはそういうのあるの、お正月は捕まらないみたいな、そういうのあるんですか。熱いきつかったのと鼻づまり、喉痛いのはきついよね。なんか新しいよ、昔言い伝えみたいな。でも全然捕まっちゃった、元旦からかわいそうに。なんか正月、正月は捕まらないみたいなあるらしいよ。お正月の1日だけはなんか捕まらないって言われてたらしいです。昔の話だよね多分ね、それ昔やね。6時だね、ありがとう。そうだね、昔かもね昔の話だね、ありがとうみんな。ワンワン、いらっしゃい、どうしたんですか。ママはなんで定期的に来るん、どうしたん、会いたくなっちゃうんでしょ、マイハちゃんにね。えみんなにまた明日ねって言って、バイバイって、帰りたいってバイバイ、いってらっしゃい、バイバイ、またね。それではそれでは、あ、なんで触られた後ブルブルするん、この人失礼
まったく失礼なんだから。いいよ、ママのとこ行っといて。ママ、ママは、いた。定期的に覗きに来てくれるのめっちゃ可愛いな。はい、ということでお話し会もちょっと早めにいたします。すいませんはい、ありがとうございました。それでは今日の配信終わります。13位ティータありがとう。話し会企画楽しそうだって。楽しみましょう。ありがとう。普通にあくくんありがとう。ピーピー聞こえるけどいないんだ。じいちたくさんありがとう。ついりかちゃんありがとう。ハッピー。え、なんでなんでピーピーやこの人。ケイビケイブさんありがとう。マイハチモモさんありがとう。あら、2回行ってきたの来たどうしたん、どうしたんですか。来た、またマイハチモモさんありがとう。7位今もスチューデンツール中さんありがとうありがとう。6位ロコポコさんありがとう。5位モイヤさん、 OK まとめておきます、ありがとう。4位ユウさんありがとう。3位マサタロウありがとう。2位コウさんありがとう。第1位ワンタンさんありがとうございました。あ、ママも待ってたの、そういうことね。ありがとうございますお話し会は皆さんぜひ待ってますそれでは今日も一日お疲れーション。また明日の配信でお会いしましょう。せーの、バイチャ。